はい、皆さんこんにちは。ベック専任講師の横溝です。今回は2016年度本試験の、まあ、大体3日ぐらい前にね、皆さんが見るであろうということでお話をこれからしていきたいと思いますが、まあ、あの3日前に何やるかって言ってもね、さすがにそれはもう3日だからねっていうので、まあ、前回の1週間ぐらい前のところのやるべきことを話した動画の方を参考にしていただくしかないんだけれど、今回はね、あの本試験当日ですね、本試験当日どんなことに気をつけていけばいいのか、そんな話を念のためしておきたいと思います。まず一番最初から見ていきますとね、会場入りは早めにって書いてありますが、まあこれやっぱりあの毎年の本試験見ているとギリギリに駆け込んでくる人結構いるのね。でこれは会場にもよるんでしょうけれど、受けてる人数にもよるから、あ、全国全部で共通ってわけではないですが、やはりあのギリギリに駆け込んでくる人ってね、なかなか受からないのよ。やっぱりあの何でもそうだけど、余裕を持ってきちんと行動している人の方が、まあなんだかんだ言いながら本試験の中でもスタート段階から落ち着いて行動できるでしょう。バタ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 入ってくるとやっぱりね、心も落ち着かないし、そのまま試験っていうのもあんまりいいことではないですよ。できれば早めに来て、で、少し勉強をしてから会場入りするっていうのが、まあ、ベストなのかなとは思います。まあ、前回のところでね、下見がどうこうなんて話もちょっとしているので、まあ、そこを踏まえて周りにどんななんかね、いられるような場所があるかどうかとか、その辺チェックしていただいて、まあ会場入りはなるべく早めに、余裕を持って行動するということ。それからそうそう、小学生じゃないけど受験票忘れないでね、結構いますからね。受験票を忘れちゃった場合は、まあ、手続きとか取っていろいろ対応はできるとは思うけれど、まあ、やっぱり動揺しますので、そういった動揺するような要素をなるべくなくすっていうのは、本試験当日ものすごく必要なことだったりはします。ただでさえあのふわふわしてんだからね、っていうことがあるから、受験票を忘れないでください。それからもう一つね、あの腕時計忘れないで。最近はスマホで時計全部見ちゃってる人多いでしょ。もともと腕時計持つ習慣がない人って結構います。男性だとまだしてるかな、女性の方結構してない人多いのね。だから腕時計は必ず持ってってください。トラベルウォッチみたいな卓上に置く時計は禁止だからね。腕時計じゃないと時間見れないから、3時間自分の体内時計で勝負するというのは、これは結構厳しいものがありますので、で試験会場には時計ないことが多いから、それはしっかりと忘れないようにしておいてください。あとね、これも男性の方あんまり関係ないかな、女性の方ね、11月でしょ、膝掛けとか使えないからね、膝掛け NG ですよ。だからやはり足が冷えるとかなんとかっていうことがあるんであれば、服装で調節できるような状態を作っておいてください。座布団もダメね。そのあたりは自分でもう服装で調整できるところは調整するということを心がけていただくといいのではないかという話なんですね。まあ、もっと小学生みたいなこと言おうか、消しゴム2個以上持ってった方がいいよ。あの1個コロンコロンコロンって落っこっちゃった、さあどうしましょう、手挙げて試験監督呼んで拾ってもらうのね。そんなことやってる時間があるなら、もう1個消しゴムを使えるようにしといた方が安心でしょ。まあ全部落としちゃったらちょっとあれだけどさ、まあまああの1個ぐらい落としても、まあ試験が終わった後に拾えばいいやぐらいの感覚でいられる状態を作っておくっていうのはすごい大事なことだったりはします。あの蛍光ペン使えます、何本でも OK ね、蛍光ペンは何本でも OK です。ただまあ何本も色分けして色つける人ってあんまりいないと思うけれど、まあまあ使いたければ何本使っていただいても別に構わないということではあるんですね。それから、はい、実際試験が始まりました。これ大事ね、目の前の問題に集中するということですか。まあ、最初の 1,2 分ぐらいかな、1番から60番までとりあえず全部の問題見てみる、乱調落調がないかどうかも含めて全部見てみる。で、まあ、問題があればもちろんね、言って変えてもらわなきゃいけないんだけれど、まあ、要は個数問題がどのくらい出てるかとか、多指選択どんなネタで来たとか、記述はどんなネタで来てるのかとか、まあ、そのあたり一応チェックして予測可能性持ってとこうって、これはいつも言ってますけどね、あのぜひ忘れずにやってください。そして、個数問題は基本的に飛ばす、長い問題ページ1ページ占領しているような長い問題も飛ばすっていうのは、これはやはり大事なところです。それからもう一つね、あの択一の問題、民法だったら9問の問題が出るでしょ。9問の中から取れるものを最低5題まずしっかり取る、
行政法だったら19題出るでしょ。そこからまずみんなが取れる14問を取る、プラス合格に必要なあと1、2問上乗せするね。あの出てる順番通りに解いてって、で1個分かんなかったからそこでずっと止まっちゃってみたいなことをやっちゃダメです。もう分かる問題がないかなっていうのを探していく、宝探しみたいに探していって、でできる問題だけパッパッパッと解いて、でもう1週2週3週ぐらいして全体の問題に目を通す。あの問題解いてて途中でああ分かんないってなったら、もうその分かんない状態はちょっと置いといて次の問題に行く。頭をねそうやってパッ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 って切り替えるような意識を強く持っておくってことはすごい大事です。はい。それからあとはそうね、トイレはまあ行けますから、まあ一応試験監督の方に言って一緒にね行かなきゃいけないってことにはなりますけど、行けますから、まあ1回ぐらいは気分転換を兼ねて外に出てちょっと体を動かしながらねトイレの方を歩いていくっていうのが、まあ一つやり方としてはあるかなとは思います。それからはい、なんか嫌なこと書いてあるね、絶望感は何度も来るということなんだけど、やっぱり問題解いててね、1問2問1問ぐらい分かんない問題があってもまあまあ次って思えるけど、次行ったら次も分かんない、まあじゃあ次って言って次行って次も分かんないぐらいまで来ると、やっぱちょっとだん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 もう心が折れてくるでしょ。だからそういう心が折れるような瞬間っていうのは何回も来るのよ。まあそうね、平均で3回、多い人は5回以上来るかもしれない。だからその絶望感が来たというのはもうそれはもともと来るものだと思っててください。60問全部が自分の知識で完璧に解けるような状態の人なんてそうそういないんだから、分かんない問題が出てくることを前提にして心が折れた、あまた折れちゃったぐらいの感じね、折れることを最初から想定して、でだからこそすぐ切り替える、頭を切り替えるってことがあの本試験会場では非常に大事になるんだということをちょっと意識しておいてください。あの肩に力入れてこうやってふーって抜くとかね、あの手を前にしてこうグーパーグーパー広げるとか、こういうのはちょっと心をリラックスさせるっていうところでは役に立つの。もうちょっとこのぐらい肩に力入れてふーって抜くぐらいなら、まあ、そんなに周りの人に迷惑かけないじゃない。イライラして貧乏ゆすりなんかした日にはね、後ろから蹴られるからね多分ね。だからあのそんなことやると周りの人に非常に迷惑なので、貧乏ゆすりするぐらいなら肩ちょっとこう力入れてふーって抜いて、首ちょっと左右にこう振ってね、で手をグーパーしてみたいな感じのことで、ちょっとそれで気持ちを切り替えるんだっていう意識を持てるようにしとくっていうのはやっぱり大事なことなのかなというふうに、思っているんだ。まあ最終的にわからない問題を何とかしてね、自分の知識総動員して解いていく、まあ、試験が終わる4時まであがきまくる、あがいてあがいてあがきまくるってことをよく言いますけど、それができるかどうか、最後まで諦めずにいけるかどうか、まあもうダメかなと思ってたところからが勝負だから、もうダメかなでダメだって言ったらそこで勝負は終わっちゃうから、もうダメかなと思ったところから一歩前に踏み出せるかどうかが、それが合格できるかどうかの大きな分かれ道になりますので、まあぜひ心がけてね、気持ちを切り替える意識を強く持っててください。まあ本番は練習のようにというふうに書いておきましたけれど、まあせっかく最高の準備して本試験に向かうわけだからね、ただ本番はやっぱり緊張するので、練習の時は割と肩に力がね入らずに、いけるでしょ、まあ、要は本試験は模試のようにってそういうイメージだね。模擬試験の時のようなリラックスした状態を心がけながら本試験で楽しんでくる、これがすごく大事ですね。本試験を楽しんで味わい尽くしてくるっていうこと、あなんかすっげえ楽しいんだけどみたいな状態を自分の中に、感覚として持てれば、これは強いんじゃないかなと思います。そういう状況をぜひ心がけてね、本試験会場で3時間楽しんできていただければということなんですね。まああと3日ぐらい前に見るということで、本試験当日どういう状態になるのかということを心がけることをですね、今回はお話ししてみました。前日にまたメッセージお届けしたいと思います。またそこでお会いしましょう。